はい、どうも、ティックでございます。それでは今回もトゥームレイダー続きやっていきましょう。探索してた続きのはず。はずだ。これだな。ケルンレイダーあと1個とマインスイーパー1個。これを取らない限り俺は前に進まねえぞ、絶対。絶対やらねえからな。よし。どこにある予想ではさ、こっちのこのエリアなんじゃねえかなって気がしてんだけどね。でもケルンレイダーだいぶ探したけどな。マインスイーパーは、わかるんだよ。さっきのところらへんかなっていう気がするんだけど、ケルンレイダーちゃんね、どうしましょうね。で、研究所も意外と残ってんだよね、まだね。ケルンレイダー厄介だね。とりあえずこっちから戻るぞ。戻ってちょっと見ようか。よいしょ。マインスイーパーはな、俺がただただ海の中にあるやつを見逃してるっていう可能性が結構あるからいいんだけど、一応こういうとこから細かくチェックしていこうかな。よし。でも今回探索ですよ。もう進まないよ。これ終わっても研究所行くからな、俺。研究所で探索するからもうマジ進まねえよ。もうそういう実況だって。分かってるだろ、みんな、つって。よし。ないね。とりあえずは、情けだな。行こうか。よっと。ここでさ、四角のやつでシューって行けないことが若干の不満なんやけど。若干不満なんやけどね、これね。よいしょ。はい、カモメちゃん、どうも、こんにちは。いやー、なさそうかな、とりあえずは。とりあえずはない感じはするかな。はい。ないね。OK、ない。先進むぞ。トン!よいしょ。ここら辺から注意しといた方がいいんちゃう?ここら辺から。意外とさ、こういうところ、東大元暮らしみたいなね。東大元暮らしみたいな感じで。あー、ないですね。東大元暮らしじゃないですね。よいしょ。ちょっとこっち側見ていい?こっち側からこう見て、そっち側からも行けんだよね、これね。よいしょ。こういう感じの飛び方が、オッケー、斬新ちゃう。結構ショートカットになったね。いいじゃん、いいじゃん。ここな、戻るのがめんどくせえんだよな。ここまで遊びに来たはいいけど。で、向こう側をちょっと見たいかなっていう気がしてる、今。どうだ?こういうところで地道に探していくのが大事だと思う。ないね。浮いてないね。一応これでもマインスイーパーは映るけど。上まで登った方がいいか。下だとなさそうだね、下だと。下側には見えねえな。こっから見たらあるとか。あ、そんな感じではなさそうだね。ちょっと遅い。頑張れ。もうここまでやったら泳いでいいんちゃうかな、アルカント。その深さは泳いでいいんちゃうかな、もう。さて、どうよ。どうよ、どうよ。こうした方が見やすいかな。あれ?研究所の方面っていう可能性もあるんですよね。こっち側ばっか探してるけど、実は研究所の方にあるみたいなパターンもあるよ。カニやカニ。ちょっとちょっと、思った以上にこれ厄介なんだよな。いつもこのさ、最後の腰マークのこれ探すのないよね。全然ないんだよね、ほんとね。いつも研究所の方面かな、やっぱり。なんかそんな気すんだよな。あんまり向こう側行ったらもうダメなんですよね。またエリア変わっちゃうんでね。え、研究所側か、まさか。でも研究所側って潰れてなかったっけ。まだ行けるんやっけ。いやー、ないな。全然ないな。だいたいこの辺俺潰した気するもんな、ちゃんと。ちょ、反対側行ってみようか。研究所の方行ってみるか。賭けだな、賭け。これで中ってこっち側やった時のこの残念な感じな。お前あいつバカだなって言われるで、本当に。どうしちゃうよ、これ。トウ!でもこの辺だいぶ探してケルンレイダーもないんだよね。ないから。実際のところ正しいんじゃねえかなと思ったりも、弾しかなかった。よいしょ。よしよしよし、じゃあ戻ろう。一瞬の探索やったけどな。もう5分もせえへん探索。早。いやー、でもここじゃねえか。結構確率高いと思ったんだけどね、ここ。こっち側、そこに浮いてたりとかしないか。まさかやけど、壁に埋まってるとかそういうパターンないやろな。もうそんなん来たらお前怒るで。よいしょ。オッケ
ここちょっと上上がろうか。よし。OK。上上がったところでって感じはするな。うん。ないもんな。それ。こっち側飛んでは見るけど。いや、こんな分かりにくいとこにはさすがにないよな。これはだってさすがにここ置かれたらもう、鬼畜の所業やな、ほんまに。ゲスの極みって出てきちゃうよ。出てきちゃうよ。浜川がね。浜川が出てきちゃうよ。よいしょ。危ねえ。危ない。実世界と一緒で、ああ、横着すっと。あ、痛い。思いっきり後ろの首の根っこのところ、ぐさー刺さった。いや、ちゃうね。どっから帰るのが一番や。ここか。危ねえ。危ねえ。どっから帰るのが一番いいの。こっか。こっちか。これか。こうやって帰ってる途中に見つけましたみたいな、あかんだほんまに。よいしょ。よし、行った。いけるいける、帰れる。よし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 、ほっ。よし。でここでこれで戻って OK。 とりあえず無事帰還。マインスイーパーの油断ならねえの。一回一個目ここの外にあったからね、陸地にあったからね、水の中ばっかりやと思ってると意外と陸地みたいなパターンもあるからね。まあ、イノシシ。イノシシは殺すとね、結構経験値美味しいですよね。まあ、もう経験値取る意味もないんだけどね、実際のところ。経験値がな、結構もう取る意味はなくなっちゃってるのが寂しいなと思います。結構。うん。もうちょっとなんか、追加要素的なのあっても、結構ストーリー続いてるもんね。だからあってもよかったかなと思ったりはしますけど。さあ、だいぶギリギリのとこまで戻ってみるっていうのが一つ俺の中の選択肢やったんやけど、これ。どうよこれ。ここからは登れないんだよな、これな。これここから行くと多分死んじゃうな、失敗しちゃうな。どうすっかな。こっち、こっち行こうか。これで一応俺の中であのケルンレイダーをこう出せたらいいなと思ってんだけど、出ないね、そう簡単に。あ、ここも上か。タッパーウォールか。ここ行ける？はっ！だよね。まあですよね。知ってた知ってた。うん、知ってた。無理なのは知ってたよ。よいしょ。とりあえずこっちではないことはまあ確かだな。じゃあやっぱ研究所方面か。結構でも研究所の時俺そういうの気にしながら行ってたと思うんやけどな。どうなんですか。ないね。いやー、全然ないじゃん。向こうの方とか。もうあんなとこあったら研究所壊れてまうけどさ、逆に。逆にね。マジでなー、これすっげえ難しいな、いつも思うけど。よいしょ。全部クリアしてから攻略サイト見るっていうのもありだけど番外編でやるっていうのもありですけどね。まあ、どうしても見つからへん場合はそういう風な措置を取ろうと思ってます。今のところ全部見つけてますけど、俺なんとか。どうしても場合はそれもありですね。あー、やっぱ研究所の方にないよね。ある感じはしないな。ケルンリーダーが大体ないんだよ。ないわけですよ。どうよ。実は2つとも近いところにあるんじゃねえかなって気がするんだよね。ケルンレイダーとマインスイーパーと。見つけてねえだけやから。ちょっとこっから登っていこうか、また。よいしょ。ほい。折っちゃったからな、でも。あるか。よいしょ。はっ。あー、違う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 。なぜなぜなぜ。あれ、ちょっと待って、なんで。さっきうまいこと言ったじゃん。よし、行った。はい。OK。これの時俺結構気にしてたんやけどね、周り探索。意外と気にしてるようで気にしきれてなかったとかいう可能性もあるから。やっぱ初見の土地やからね。ここで下降りるとかあえて。ほら、こういう選択肢。ほらね。全然欲しかったもんじゃないけど、まあ許そう。よいしょ、ありがとうございます。ねえなあ。ここから見たら実はありましたみたいなパターン期待したんやけどな。
ないね。ここ意外と盲点やったな。こういうパターンの場所があるんじゃねえかなと思うわけですよ。意外と気づいてないみたいな。全然ねえな、マインスイーパーに関しては本当に。いやでも水の中ばっか見てるけど、水の中じゃない可能性も微粒子レベルで。ちょっとオッケー。ギリギリ、めっちゃギリギリ。こっち飛んでも意味ないよね。これ死ぬだけだよな。これ多分死ぬだけやな。向こう飛んでも上上がるのが正解やね。よし、さーてと、こっから見たこの景色もやっぱりちょっとあるんじゃないの、ワンちゃん。実はあの辺にあるとか。やっぱまず水の中探すよね。とりあえずはないんだよ。どっか壁に埋まってるとかねえのかな。すっごい怪しい音楽流れてるけど。くそー、マインスイッパーどこだ、どこにあるんだ。おのれ、弾も全部あるし。こっから見て内陸の方、内陸の方はあったら俺気づくよなと思うんだけどな。いやティンクさん、あなた実はそんなに気づいてないよっていうね、パターンもあるからね。難すね。今回これだけで絵面が終わるっていうすげえ怖いことやけどな。よいしょ。これさ、左行ったらどうなる。あー絶対なんもねえなこれは。まあまあ右はじゃあ正解なんだね。こっち行きますと、よっ、さっきみたいなこう途中になんかあるみたいなパターン信じたいんやけど、この下を降りれるとかさ。ないね、それはないね。よいしょ、 OK。 さあ登っていこう。ちょ登れるは、あ、よし、ギリギリ。さあ来た。ここからの眺めでどうよ、あるんちゃう。どうだ。いやーないね、恐ろしいぐらいないね。こうやって見ても映ってもな、わかんねえんだよな。マインスイッパーとか色あれ薄くしてんのずるいよね。ないな。お父さん、でもパッと見た感じ向こうの水、海の方ではないんだよね、もうね。一通り探しちゃってるから。こっちは、なさそう。あそこの上の一帯ってちょっと気になってんだけどな、こう。あ、これどうやって行くんだろう。そこか。もしかしてこれ乗ってさ、そっち側って。俺これ行ったっけ、そこって。なんかそこ行ってない気がしてきたんやけど、行ったかなあれ。ここからさ研究所は行ったよ。これは行った、これは覚えてんだよ。そこからねゴンドラ乗って、あれさちょっと気になるな。行くかあれ。これ落ちたら死ぬ。あーこれダメだね、絶対死ぬね。よいしょー。これ必ず同じ岩があるっていうね。このパターンで死ぬときいつもどこに落ちても必ずこの岩があるって。あ、やべえ、これ、あ、いい位置、もしかしてこれ結構いい位置。あ、いい位置戻された。いいねいいね。ここから降りたらいけるかな。これも結構ダメそうだな。ちょっと待って、降りたいんやけど俺。降りたい。よし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 、ララさん、いいね。よし、ちょっとあれ気になるな。あそこちょっと行きたい俺。よしよしよし、慎重に。来た道をきっちり戻る、きっちり戻る。オッケー。もう落下でよく死ぬからね。これでもだいぶ死にそうやけどね。あの紐が出てるところやな。行ったっけ、なんか行ってない気がすんねんけどな俺。どこだ、もっと先、あそこか、自分たちの基地のところか。さあこれ基地と出るんか京都出るんか。ティンク君当たりですか、当たりを引いてますか。ん、どこからだ。
中じゃねえな、外か。あんま行くとさ、もうあのストーリー始まっちゃうからね。これだな、これなんか帰ってくるやつだな、生き死じゃないよな。あ、これ帰ってきたやつか。俺が今さら気づく遅っ今さら気づく遅さ、遅えな。おい、やばい、完全に分からへんなった。マジでどこにあんやろ。でもあれ以上先行っても研究所やったと思うんだよな。もうあっから先はなかったんだよね。ってことはやっぱりあそこまでのとこにあるはずなんだな、研究所の方面やったら。あー、やっぱ研究所よりもこっち側かな。俺こっちないっつったけど、ないっつったけど、こっちしかありえない気がしてきた。悩んでおります。マインスイーパー意外とさ、浜辺とかどうなん。もっぺんさ、もう一回ちょっと自分の胸に手を当てて、こう浜辺を探索してみよう。意外と見えなかったものが見えてくるかもしれない。そうあるからね、そういうパターン。ないと思ってたらありましたみたいなのあるからね。そうそうそう、どうよどうよ。こう浜辺でね、こっち側とか、ここ一個あったもんな。そこな、そこ一個あったんだよね。もう一個あるとは考えにくいよね、同じ場所に。じゃあ反対側、反対側もでも1個あった気がする。向こう側も、向こう側も1個あったよね、最初の頃ね。最初の頃1個あったんだけどさ、やっぱりちょっと探したい気持ちの面で。ねえねえぞ、全然ねえぞ、面白いぐらいねえぞ。おい、これ研究所も見つけなあかんねん。どうするよ、探すとこいっぱいやな。もういた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 、この物資はダメですと。なるほどね、やっぱ向こう行こうか。そうだな、急げ。これちょっと早くなったりせへんかな。そんなはないか。もうちょっと真面目に、じゃあ向こう探索しに行くか。しょうがねえな、腹くくろう。こっちじゃないかもしれないみたいな、ちょっとやめとこう。もうこっちにしかない、こっちにしかない、信じる気持ちが大切。行くぞ。よし、信じて突き進むし。危ない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 、折っちゃう折っちゃう。ちょっとしっかりとした正規ルートでちゃんと上まで進もうぜ。これよいしょ、こっから登ろう。はい、でよいしょ、上まで進んだだろ、進んだだろ。でそこだよね、ここの上ないか。ないな、そこはねえな。よっ、この距離からあそこにつかめるこの力強さで、ここを登るやつね。よし、行こう。よっと、このスムーズさすごいよね。余裕余裕。はい、とっ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 と、なんかすごい敵がいる音楽してるんだけど大丈夫これ。うそ、ここら辺俺もう全滅させた。でも絶滅させたよ。怪しい音楽がすげえ鳴ってる。敵がいる時とかこういう音楽鳴ってたよね。ねえかな、ねえかな。どっちか片方でも見つかりきるとすげえ楽なんだけどな。いやー、ちょっと草ないね、全然。 OK、 よし、こっから見てもないよね。同じ景色を見てるだけだもんな、こうやって見て。こうやってやってもちょっと遠くが見にくくなるけどね。あー、向こうに行くだけなんだけどな。俺もうこんだけ海探してないってことは、海じゃなくて陸地にあんちゃうかなって気がするんだよな。陸地にあるに一票。これ何これ、ここ怖っ。こんだけ探してないってことは陸上のどこかにあるはず、そんな気さえし。とりあえずパッと見てないってことだけ確認して。ないね、ありませんね、ありませんね。くそ、スキルマックスまでやったらこれ見つかるようなさやつ欲しかったな、やっぱり。よいしょ、というのはずっと言ってますけどね、スキルマックスのなんかやっぱ特典でそういうの欲しかったね、場所わかるみたいな。よいしょ、
もうここしかないよ、これ。もうあんまりだって先行ったらもうまたあのちゃうとこ、ここから先行ったらちゃうやつやもんね。あ、こう行ったら。こっから先やったっけ？もう一個先か。もう一個先行ったらちゃうとこやもんな。もうだから結構ね、ラストなんだよ。ここら辺がケツなんだよね。いや、意外とここ怪しいよ。ケルンリーダーもないってところが一番腹立つんよね。気に入らへんのは。それもないっていうところなんだよな。外側こうやって見て。ないね。実はあの船についてるとか。そんなことはなかったな。くぅ。でもあのファイヤーフラッグが、フラッグ旗の剣があるからな、目に見える範囲をもうマップちゃうやんっていうような度外視したような位置にも平気であるからな、このゲーム。あの不親切さもびっくりしたもんな、俺。マジかよってなったし。ケルンレイダーはなんかここにあってもおかしくない気がするんだよね。くそ、とりあえずはないな。危ない危ない。とりあえずここ側はさ、あんまり探索できてないのは事実なんだよ、ここが。ここをちょっと見てみようかっていうところはね、あるよね。滝でこうなってるけど。ここでもな、V 動かしたからな、一応。その時に降りて見てるのは見てるんだよね。こっちジャンプして降りて、こっちも降りて、よし。こっちのこの、この下はあれか、さっきのとこだな。だから違うんだな。よしよしよし。よっ。ないね、さすがに。さすがにこの狭いとこにはないか。ここだってもう V 何回も失敗したもんな、俺。何回も失敗したもんね、落とすの。さすがになかったね。こっから見た時のこの、下にありそうな感じもねえなあ、ねえなあ。とりあえずはむしろここあった気がするもんな、もともと1個。くそ、完全に困っておりますよこれ。マジでさ、ここまで見つからねえのもなかなかすごいよね。もうちょっといつも見つかってる気がするんやけど、トレジャーマップとかもうちょっとなんか親切に見つけてくれほしいんやけど、表示されねえかな。表示されねえかな、これ。ズームアウト、ズームイン。ないね。よい、よいしょ。先進んでみるか。行くだけ行くか。行くぞ。ほっ。違う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 。何しよう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 。ちょちょちょ、位置が悪い。行くぞ、はい。オッケー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 。さあ、来た。さあ、結構なとこまで来たよ。ここから見ていこうか、しっかり。いやー、怖い。いやー、もう、高い高い。めっちゃ怖えよ。ないなー。まあ、同じとこ見てるだけだからね。はっきり言ってしまえば。上とか。下ばかり見てたけど、実は上。そのパターン。そのパターン。でも嫌いが上に埋まってることなんでまずありえへんよな。なんで嘘。今のなんで掴めへんかった。あのまま待って待って、いつももっとすごいの言ってるやん。ララクラフト、どうした、どうしたどうした。あ、ここどこ、あ、もうすごいところで戻されたな。こっち側から行くか。じゃあ、あえて上から行っちゃう感じ。これですよ。で、飛んでいく。はい、乗る。乗るね。いいじゃん。飛ぶ。これどうしたの、さっき。よし。オーケーオーケー。いけんじゃん、いけんじゃん。よし。で、登ってきた。はい。ここ結構怪しいと思ってんだけどな。こっち側からこれ見て。はい。ないね。とりあえずはなさそうだね。よし。とりあえずはない。オッケー。ここ結構さ、パンパンパンって行った記憶があるんだよね、ここ。だから意外とない。意外とあるわけではなく、意外とないね。そういうこと。なるほど。さあ、これ帰り道ですよ。帰り道ね。
ここもう乗っちゃったらもうすげえ帰れちゃうんやけど、あそことかさ、なんもねえんかな、あれ行けないとこなんかな、まあ、一応なんか掴めそうなやつあるけど、でも行けないやろね、あそこまで橋渡しする方法ないもんな。くそ、基本的にああいうやつってこうやってこのドーンってやっても気づかないことが多いんだよね、大体全部ね。ここの上、上っつってもなんもねえよな、上程度じゃな。とりあえず上がるけど、一回上がってみるけどさ、ないんですよね、何も。困ったね。いや、ちょっと絶賛マインスイーパーとあれの場所は募集中ですよ募集中ですよ。いやー、こっち行ったらもうだって、あーかんよね、ほらほら、もうこれバンカー入っちゃうもんね。やっぱここが最後なんだって。こんだけ探してもさ、ないもんかね。あ、しまった、いやー、しまった。しかももう結構時間経ってるっていうね、これ恐ろしいよ。このパートでやったことなし特になし。怖いね、あるよそういうこと。嘘だ、ほんと全然ねえな、こんな見つからへんことってある。よっ、とりあえず上まで行ってみようか。ここもさ、選択肢としてあるわけよ。あの、こうやらんと来れへんとこやから、これ、ここってこれでやらんと来れへんのよね、今のこの方法じゃないと来れへん場所やから。こっからしか見えへんとかあるんか、そんなこと。こっからしか見えへんはちょっとずるいもんな、さすがにな。上はあるけど、可能性として。ちょ、まず一回休んで、一回サルベージでアップグレード何ができんやろ。一回できるっつったな、これか。ハンドガン強くしようぜ。ハンドガン最終強化までいったんじゃん、これ。いったね、ハンドガンくん。ハンドガンマスターに俺はなったぜ。でーでれでれでれでーっつって、俺さ、これ一段下あるやろ、ここ、これ、ほら、ケルンレイダー、これちゃう、ここちゃう。あ、来た、来たんちゃう、これ、来た、ここちゃう、これ、はっ、どうや、ここちゃうんか、ん、すっげえ上から見下ろせるけど、完璧に、完璧に見下ろせるけど、あれ違うかな、え、絶対ここやろって今思ってんねんけど、え、ちゃうの、もしかして。マインスイーパー、ここの位置からしか見えないことはないね。あれ、ケルンレイダー、俺めっちゃここやろと思ってんだけど、違う、全然違う感じやな。むしろもうやった可能性もあるな。まあそんなに気づかへん俺ではなかったか。とう、よし、嫌いとか埋まってない、大丈夫。いやー、くそ、違った、己ムカつく。もう一段階進んでみよう、ここ、よし、こっち側で。でもこれいったらもう終わりだろ、これいったらもうあともうエンドレスだよ、エンドレスいっちゃうよ、もうこれ乗ったらもう最後までいっちゃうからね。マジで本当にないの、本当にないわけはねえだろう。ないことはないよ。ないことあるね。ないね。マジっすか。危ない危ない危ない。下。くそー。見つからねえ。見つからねえぜ。帰るか。これ乗っちゃったらもう終わりだもんな。もうあと行くしかないもんね。はい。もう順調に帰ってくのを眺めるだけですよね、これね、もうね。すげえ気持ちいいやつですよ。気持ちいいっつって。帰ってきちゃったよ。帰ってきちゃったよ。おい。やべえよ、今日収穫何もねえよ。収穫ゼロだよ。これ実は燃やせるとかそんなことない。ダメか。
そんなことはなかったな、実は燃やせるみたいな。いや、この物資実はこう切り抜けられるみたいな。痛いだけ、痛いだけだ。おお、マジかー、困ったねー。ないなー、全然ない。ここまで見つからへんの珍しいっていうぐらい見つからへん。いやー、ちょっとなー、ここ取ってませんよってなったらちょっと聞きてえぐらいだわ。聞きてえわマジで。どこだろう本当に。あと1個とかじゃないんだよ、あと2個なんだよ。ケルンレイダーとマインスイーパーのあと2個なんだよね。いやー、ちょっとね、あまりにも見つからなかったね。ちょっとマインスイーパーとこれは諦めた方がいいかもしれんな。一回諦めましょうかね。まだ研究所も行かないかんので、先ちょっと次は、今回パート1個使っちゃいましたけど、パート1個使っても俺には見つけられなかったということで、先ちょっとこっち行きましょう。研究所ちょっと行こうと思います。まあ、ちょっと頭変えてね、切り替えて冷やしていきたいと思います。本当にない。本当にない。本当にない。意外と東大元暮らしな感じもするんやけど。ねえな。くそー。ムカつく。おのれ。いやー、もう見つからへんとやっぱ腹立ちますね。ちょっと次回は研究所で頭切り替えて探索していきたいと思います。じゃあ見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。